こんにちは。時刻は16時を回りました。ここからもウェザーニュースライブアフタヌーン、山岸愛理が担当します。違うな。なんかリノンちゃんがなんかうさ耳みたいにしていたのを見て、あ、なんか私もあらゆるバンダナの使い道を開拓したいなって思って、今なんかインターバル中にやってたんですけど、開始モニターを見て、あ、違うってことが分かりました。皆さんこんにちは。時刻は15時30分を回りました。これは違うな、絶対に違うね。不思議なくなんか違う。リノンちゃんの歌だけ可愛かったんですけど、やっぱね違うなっていうのが分かりました。戻そう、これしました。こんな使い方どうですかっていうね、ちょっとなんか提案したいなって思ったんですけれども、なんかこれができた時、あ、可愛いじゃんって思ったんですけど、違うことが分かりました。やってから他にも、あ、この使い方いいかもっていうものがあったらやっていきたいなって思います。皆さん欲しくなったでしょう。こちら桜プロジェクトご参加いただき、マイ桜報告を送っていただいた方、桜バンダナゲットすることができます。皆さんもぜひゲットしてください。シリーズ書きを何パターンいけるかっていうのはね、昔ね、何年も前なんですけれども、毎回毎回いろんなキャスターが体のどっかにつけて放送するっていう、そういうチャレンジをする年もあったんですよ。あの時はね、なんかいろんなところにつけたりっていうのが、私たちも、ね、いろんな引き出し持ってたんですけれども、今やるとなんかやっぱ違いますね。それでは皆さんもですね、バンダナゲットしたらこんな使い方いいんじゃないっていうものをぜひ教えてください。それでは素敵な夜を。違うな。切り抜き動画をご視聴の皆さん、ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。お天気アプリウェザーニュースのダウンロードもよろしくね。ピヨピヨ。これ使っていいですよ。これ新作バージョンですので、はい。さあ、ということで作ったかやったな。